IVEのウォニョンが独特な前髪を披露。初めて見る斬新なスタイルにファンからは可愛いという反応とない方がいいという両極端のリアクションがあります。今話題のあのヘアスタイルについて詳しく見ていきましょう。 IVE は先日サードシングル After Like をリリース。音楽番組で2冠を獲得し、アルバム初動販売数が IVE の歴代最高記録と K-POP 界で圧倒的存在感を見せています。After Like は1980年のグラミー最優秀ディスコレコーディング賞を受賞して大きな愛を受けた I Will Survive の一部をサンプリングしており、 PV も当時のスタイリングをイメージして作られています。ガウルがスパンコールの衣装を着用してたり、レトロな雰囲気を醸し出しながらも IVE の世界観が見事に融合して、どこか懐かしいながらも新鮮さがある楽曲に仕上がっていますよね。ウォニョンの前髪も当時の流行していたスタイリングを意識して、なんとウォニョン本人が考案。ウォニョンは自身のインスタグラムのストーリーに、私の新しいトゥイーティー前髪に挨拶してと、アニメルーニーキューンズに登場する黄色い鳥のキャラクタートゥイーティーを意識していると明かしました。このヘアスタイルはおでこ周りの髪の毛をトゥイーティーのチャームポイントである武毛を意識して短くカットし、長い前髪はあえて立ち上げることでより短い前髪を強調しています。ネットユーザーからはトゥイーティーマング新しい、外国の赤ちゃんみたい、斬新なヘアスタイルで可愛い、オニョンは似合わないスタイルがなさそうだね、私もトゥイーティーバングに挑戦してみたい、初めは変だと思ったけど見れば見るほど可愛く感じる、とファンは大絶賛。一方であまりにも新しいスタイルに戸惑う声も寄せられています。新しい流行を作り出したいのもわかるけど、前髪のトゥイーティーバング斬新すぎてちょっと、オニョンのトゥイーティーバング最初は可愛いと思ったけど、最近量が増えてきて微妙に見えてきた、でも顔が可愛いから最強、トゥイーティーバングは理解が追いつかない、可愛いけどセットなしだとストレートなのかな、という反応など話題を集めています。私も初めて見た時は斬新という感想が真っ先に浮かび、これはウォニョンしか似合わないなと思いました。以前までの大人っぽい雰囲気から愛らしさプラスされて、これはこれでありだと思います。ウォニョン自身も今回のスタイリングが気に入っている様子で、何枚もインスタグラムに写真を上げてくれています。そんな姿も可愛いですね。ウォニョン考案のトゥイーティーバングは今後のトレンドになるのでしょうか、注目です。今回のお話はいかがでしたか？コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。